皆さんこんばんは、みなです。本日も寝る前ラジオということで、皆様にリラックスできる時間をお届けしていきたいと思います。ぜひお休み前にリラックスしてお聞きください。それではスタートです。はい、ということで本日は3回目寝る前ラジオなんですけれども、本日のテーマですね、前回前々回に引き続き私のお気に入りの映画ベスト3から、本日は第1位の映画のご紹介をしていきたいと思います。はい、第1位はですね、グレイティストショーマンですね。こちらの映画は皆さんご覧になったことありますでしょうか。まずストーリーを簡単にご説明します。19世紀半ばのアメリカ、幼馴染の妻と子供たちを幸せにすることを願い、挑戦と失敗を繰り返してきた P.T. バーナムは、ついにオンリーワンの個性を持つ人々を集めたショーをヒットさせ、成功をつかむ。しかし彼の型破りなショーには反対派もいた。若き相棒のフィリップをパートナーとして迎え、彼の協力によりイギリスのビクトリア女王に謁見するチャンスを得たバーナムは、そこで美貌のオペラ歌手ジェニー・リンドと出会う。彼女のアメリカ公演を成功させ、一流のプロモーターとして世間から認められようとするバーナムだったが、このような感じのストーリーになっています。こちらはミュージカル映画ですね。ミュージカル映画自体好きな方、嫌いな方いらっしゃると思うんですけれども、私はミュージカル映画自体はすごく好きで、踊り、自分自身ダンスをすることも好きなので、この踊りや歌を見ながらストーリーを見ることができるので、ミュージカルすごく好きなんですけれども、中にはですね、そのストーリーを歌やダンスで止めてしまうというか、なかなか入ってきにくいストーリーがっていうミュージカル映画もあるかなと思うんですけれども、この映画は本当に歌自体もすごくいい歌なので、ストーリーもダンスも歌も歌詞も本当に全てがマッチした映画だなと思います。映画のストーリーの詳細とかお話ししたくなっちゃうんですけど、それはできないので、じゃあ私が受けた感想を言いますと、こちらの映画は何か夢や目標を叶えるために奮闘する中でのいろいろな出来事に対する立ち向かい方みたいなものが描かれているなと思いました。あとはそのいろんな偏見や差別といったところも題材になっているとは思いますね。まず、大人になってその夢を叶えるとか目標を設定してそれを叶えていくっていう人もだんだん少なくなっていく中で、この主人公自体は本当に夢に向かってただただ突き進む人なんですね。その突き進み方がかっこいいし、応援したくなるし、なんかどんな時でもポジティブに前向きに進んでいく彼を見ていると、自分自身もすごく駆り立てられるなと思います。そういう夢や目標を叶える中でいろいろな批判もあったり、あと知らないうちに、知らず知らずのうちに自分が目標としていたことがすり替わってしまって、誰かの目標、誰かの夢を叶えるために自分が動いてしまったりとか、本来の道からちょっとずれてしまったりとか、そういうこともやっぱりよくあることだと思うんですね、私は。そういうなんか夢の実現に向かって進む人間のリアルを描いているなというふうに私は思いました。あと、偏見や人種差別のところもかなり描いているのかなと思うんですけれども、やっぱり人間って知らず知らずのうちに自分の中の普通に当てはめて、その普通ではない人たちを差別したりとか偏見を持ったりとかする、そういう人たちが数多くいるという現状をこの映画を見て感じました。なんでこんなに見た目だけで人間って判断するのかなっていう哀れな
ところですね。人間のなんか普通とか普通じゃないとかって別にないじゃないですか。どんな風に生まれてきたっていいし、なんかそれが全くみんな一緒のように生まれてくるわけもないのに、なんかその自分とはちょっと違うなって思う人のことを毛嫌いするところが人間ってすごくあって、そこがなんか憎いなっていう風には思いましたね。あと、もし何かその夢を叶える上で途中お金や財産がなくなることってあると思うんですよね。挑戦してれば必ず失敗もするし、失敗をしてもそのままさらに突き進む原動力になるものっていうのはやっぱりお金でも財産でもなく、それまで築いてきた人間関係であったりとか絆なんだなっていうことを感じましたね。なのでやっぱりお金を稼いだり地位を築いたりっていうことが大事なんじゃなくて、やっぱりどれだけ信頼される人間でいるかとか、人の信頼関係がどれだけ築けてきたかっていうのがすごくその人間の人生においては大事だなと思いましたね。なのでこの映画はやっぱり夢へ挑戦している人とか、何か目標に向かって突き進んでいる人とかの心を大きく前に進めてくれる映画なのかなと思います。すごく勇気が出ますし、心が温かくなる映画なので、気になる方はぜひ見てみてください。あと歌がすごくいいですね。歌詞もこの映画にすごく合っていて、なんかいろんなことを考えさせられるような歌詞にもなっているので、私はこのアルバムを購入してるんですけれども、歌だけでもぜひ聴いていただきたいなと思います。本当に素晴らしい映画で、これ賛否両論ある映画かとは思うんですけれども、私は大好きな映画ですし、定期的に見ていきたい映画でもあります。はい、気になる方はぜひ見てみてください。あと見た方、ぜひ感想やコメントもお待ちしています。はい、ということで今日はこの辺りで終わりたいと思います。次回からもですね、いろいろなお話ししていこうと思っているんですけれども、私への質問ですとかラジオのテーマになるようなことなどをコメントいただけると嬉しいです。はい、それでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。また本日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。